阪神競馬場第1レースは阪神牝馬ステークス、体勢整いスタートしました。先行争い、さあ何がいきますか。外からピンクの帽子モグリモリのバレル出てまいります。後にはオールドエッグリングスライブ続いています。内からサブライブアンセル、2馬身ほど離れてテンパッピーローズ、夏沿いを回るのはマスクボディーバ、外目からはウンライル、内の方スピーディキップ、内を差がなくシングザッコソング、外外を回りましてモリアーナ、しんがりからライラン、こういった体勢です。火花を散らす11頭、鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあ先頭はどうなっているでしょう。前半の 800m を通過しました。46秒台。さあ各馬ここから差を詰めていきます。先頭はモグモグのバレル、後続との差はまだ4馬身、これを追って2番手にオールドエッグリングス、残り600のハロン棒を通過しました。ライズ早くも上がっていきます。そして間からスピーディキップ、モリアーナ差を詰めてきた。そして間からサブライブアンセル、各馬これから直線に向かいます。マスクボディーは6番手まで上がってきた。オールドエッグリングス上がってきている。サブライブアンセル現在3番手、モテボールのバレル先頭、2番手のゴールドエクリプス食い下がる。ここでわずかにマスクトディーバ先頭、マスクトディーバわずかにリード、マスクトディーバ今ゴールイン、1着マスクトディーバ、2着にはウンブライル、3着にはテンパッティローゼ。勝ちタイムは1分33秒1、勝ったのはマスクトディーバ。阪神競馬場第1レースは阪神牝馬ステークス、枠入りが完了してスタートしました。先行争い、さあ何がいきますか。無理していくようです。モグモグのバレル、2馬身ほど離れてモールドエクリプス、外外を回りましてサブライブアンセル、うまく折り合いをつけながら進んでいるのはライズ、 2,3 馬身ほど離れてモリアーナ、ウンライル続いています。ライラン外から追う形、内にいるのはテンパッピーローズ、内打ちを通ってマスクボディーバ、これをぴったりとマークするように5番シングザッコソング、1番後ろからスピーディキップ、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。このレース個人的に注目している馬はサブライブアンセル。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。依然として先頭はモズモールドバレル、リードは5馬身、少し離れて2番手にサブライブアンセル、ライズ早くも上がっていきます。そして間からウンライル、ライラン差を詰めてきた。そして間からテンパッピーオーズ、ここから各馬どういう展開を見せるか。モズモールドバレル、4コーナーを先頭で駆け抜けます。マスクボディーバ、そこから届くのか。先頭ここでサブライブアンセル、内からモールドエクリプス、内モールドエクリプス食い下がる。さあ残り200、ライズわずかにリード、内モールドエクリプス、ライズわずかにリード、2番手はマスクボディーバ、ライズ今ゴールイン、1着ライズ、続いてマスクボディーバ。勝ちタイムは1分32秒7、勝ったのはライズ。阪神競馬場第1レースは阪神牝馬ステークス、体勢整い、ゲートが開きました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。外からピンクの帽子モズモールドバレル出てまいります。3馬身ほど遅れてサブライブアンセル、少し遅れてモールドエクリプス、これをぴったりとマークするように7番ライズ、内に3番テンパッピーオーズ、1馬身差でモリアーナ、外から追走ライラン、2、3馬身ほど離れてシングザッコソング、内打ちを通ってマスクボディーバ、外から差がなくオレンジの帽子スピーディキップ、最後方からウンライル、こういった体勢です。レースはかなり縦長の展開となっています。さあ各馬ここから差を詰めていきます。先頭はモグモグのバレル、後続との差はまだ5馬身、少し離れて2番手にサブライブアンセル、残り600のハロン棒を通過しました。ライズ差を詰めてきた。そして間からライラン、
モリアーナ、差を詰めてきた。そして間からインライル、パクは激しく動いてきました。さあここから直線、マスコリーはそこから届くのか。サブライルアンテム上がってきている。ゴールドエクリプス現在3番手。サブライルアンテムここで先頭に立った。テンパッピーオーズ上がってきている。外テンパッピーオーズ追い下がる。大混戦、モリアーナわずかにリード。先頭はモリアーナ、ライラック伸びてきている。3頭まとめて今ゴール。激しい争いになりました。勝ちタイムは1分32秒9。際どい勝負になりました。阪神競馬場第1レースは阪神牝馬ステークス。体勢整い、ゲートが開きました。先行争い、まず何が行くのでしょうか。外からピンクの帽子モズモールドバレル出てまいります。その後ろサブライルアンテム、内側にテンパッピーオーズ並ぶ形。内側のこの位置にゴールドエクリプス、これをぴったりとマークするように11番ライラック並ぶように打ち、ライズウンライル、いい感じで折り合っています。内打ちを通ってマスクポリーは外よりスピーリキップ、続いてさらなくシングザットソング、一番後ろからモリアーナ、先頭からしんがりまではおよそ10馬身。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。依然として先頭はモズモールドバレル、リードは4馬身。これを追って2番手にゴールドエクリプス、残り600の波乱棒を通過しました。ライラック、早くもここで動いた。スピーリキップ差を詰めてきた。そして間からテンパッピーオーズ、ウンライル差を詰めてきた。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。マスクボディは6番手まで上がってきた。ライラック上がってきている。テンパッピーオーズ追走、残り200を切った。先頭はモテボールのバレル、続いてライラック、モテボールのバレル先頭、外ライラック、続いてマスクポディーマ、固まったまま今ゴールイン。微妙な体勢になりました。勝ちタイムは1分33秒7。ゴール前接戦になりました。